25年以上にわたり子供たちを笑顔にしてきたポケットモンスター、通称ポケモン。その笑顔の裏にとんでもない闇が隠れているのかもしれません。はい、どうも、おはだみたみちゃんです。最近アンチパイラシースクリーンという海賊版対策の画面を見る動画を上げていて、それがゲーム実況よりも再生数がいいので味を占めまして、今回はポケモンの都市伝説を皆さんに紹介していきたいと思います。少し怖い感じの都市伝説を紹介していきますので、苦手な方はご注意ください。ゲンガーとピクシーの関係。ゲンガーとは初代ポケットモンスター赤緑から現在のポケットモンスターソードシールドまで登場しているポケモンで、メガ進化や巨大マックス、はたまたグッズ化など運営ユーザーともに愛されているポケモンです。ゴーストタイプで特攻素早さが高いので、ウルトラサンムーンや竜王戦ルールが開始される前のケンタドのランクまでは結構見ましたね。一方ピクシーも初代ポケットモンスター赤緑から現在のソードシールドまで登場しているポケモンですね。 XY で新しくノーマルタイプからフェアリータイプに変更されたポケモンで、特性天然を生かした瞑想型、マジックガードを生かした火炎玉トリック型などそこそこ強いポケモンです。そんなゲンガーとピクシー、この2匹にはとある関係性があるらしいです。それはゲンガーの正体はピクシーに憑依したゴーストである。なぜそのような噂が広がったのか。その1、ゲンガーの体重。ゴーストの重さは 0.1kg だが、ゲンガーに進化すると一気に 40.5kg まで重さが増える。この 40kg はどこで増えたのか。ここでピクシーの重さを見てみると 40kg、 つまりゴーストがピクシーに憑依するとゲンガーの体重とほぼ同じになります。さらに高さもゲンガーが 1.5 メートルに対しピクシーが 1.3 メートルでかなり近い体型をしています。その2、見た目。この2匹のポケモン、見た目がかなり似ていると思いませんか。ゴーストの時はこうで、ゲンガーになるとこう。この2匹あまり似ているとは思いませんよね。しかしピクシーと比べてみると、シルエットもそうですが、足があったり背中にトゲがあったりとかなり酷似している部分があるように思います。以上のことからゲンガーがピクシーではないかということが言われているらしいです。その3、ピカチュウ版のパッケージ。ポケットモンスター赤緑の発売後、アニメ版が人気を博し登場したポケットモンスターピカチュウ。このソフトを中古で購入した小学生がいました。購入したソフトのパッケージの裏を見ると、赤文字でこのようなことが書かれていたというのです。ピカチュウ、僕は学校に行かなくてはいけなくなったんだ。ピカチュウ、僕らの旅は何だったのかわかるか。ピカチュウ、君はたくさんの人たちをやっつけてきた。ピカチュウ、お前は僕の見えないところでニヤニヤ笑っていたんだね。ピカチュウ、もう旅は終わりだ。本当に終わりだ。ピカチュウ、学校に行ってくるからさ。ピカチュウ、お前は好きな人をやっつければいい。その4、ダークライの怖い話。ダークライとはポケットモンスターダイヤモンドパールにて登場する幻のポケモンで、名前の由来はダークプラス暗いから来ています。ダイバキッズだった僕はワザップの攻略情報を利用してダークライを捕まえたことがありました。ワザップに本当のことが書いてあるという都市伝説が議論されそうなので話を戻します。そんなダークライにはとある都市伝説があり、それはダークライというポケモンを考えたのはゲームの制作者ではなく一般人の子供であるという話です。なぜこのような経緯に至ったのか。普通ポケモンのキャラクターを考えるのはデザイナーをはじめとしたクリエイターの方々ですが、ダークライはアメリカの子供が考えました。しかしこの子供にもう話を聞くことはできません。なぜならこの子供はもうこの世にいないから。このダークライというポケモンはアメリカでポケモンが大好きだったその子が亡くなる前に描いたイラストを採用したようです。その子が亡くなる前に書いた日記によると、夢の中にポケモンが出てきて闇に覆われて歪んだ世界にいたと書かれていたそう。そしてこの子はゲーム内ミオシティにも登場しておりまして、ダークがこっちを見てとうなされています。これがその亡くなった子という噂もあります。その後グリーンのラッタ。赤緑においてグリーンとは幾度となく戦うことになります。手持ちも進化やレベルアップなどの強化やメンバーの追加といった工夫を凝らしているため、その都度苦戦を強いられた人も多いでしょう。そんなグリーンのパーティーの中で、ある時を境に姿を消したポケモンがいます。それはネズミポケモンのラッタ。グリーンは花田シティの戦闘時より進化前の子ラッタをパーティーに採用しています。しかしポケモンタワーではなぜかラッタがメンバーから外されています。そしてあの最後の戦いを終えてもなおラッタが戦線に復帰することはありませんでした。ラッタがメンバーから外された理由としては以下の点が挙げられます。一つは単純に強さが物足りないから。
そしてもう一つは、何らかのやむを得ない事情で手持ちから手放さなければならなかった。ポケモンバトルは勝ち負けを競う分、勝利を求めていくにつれ非常にならざるを得ない部分があります。そのことを考慮するとラッタは戦力外になったと考えるのが妥当でしょう。ただポケモンタワーでの戦闘前、グリーンは主人公に対して気がかりなセリフを放っています。お前のポケモン死んだのか。というのもポケモンタワーは亡くなったポケモンのお墓が集まっている異例の塔。ここを訪れる人のほとんどはお墓参りのために訪れているはず。なのでグリーンは主人公に対してあんなセリフを放ったのでしょう。ここで気になるのは、なぜグリーンがポケモンタワーを訪れていたのか。グリーンも明確な目的があって道地を訪れていたのではないでしょうか。そのためグリーンのラッタは亡くなったのではないかというふうに言われています。最後は怖くない都市伝説いこうかなと思います。モンスターボールの開発にあのポケモンが携わっていた。ポケモンに欠かせないアイテムといえばモンスターボール。このモンスターボールにもゲーム作品などでは知り得ない裏設定があったのをご存知でしょうか。そもそもの発端、それはある研究者と起こりざるの日常で起きた何気ない出来事から始まりました。研究者はペットとして起こりざるを飼っていました。ある日その起こりざるが怪我をして帰ってきました。そこで治療をしていると、なんと研究者が持っていた筆箱の中に自ら体を縮めて起こりざるが入っていきました。そこで研究者はあることに気がつきました。ポケモンは狭い場所に入り込む特性を持っている。この習性について深く追求した結果、彼はモンスターボールという代物を作り上げました。つまり起こりざるは間接的にモンスターボールの誕生に貢献していたという説があります。いかがでしたでしょうか。一見子供たちに人気で闇なんか一切感じさせないポケモンですが、実は結構闇が深いのではないかと僕は思いました。今後も黒い任天堂、ゲーフリ、アンチパイラシースクリーン、都市伝説など定期的に上げようと思いますので、ぜひともチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。おすすめ。はい、ということでお疲れ様でした。これでポケモン都市伝説の本編の方終わりなんですけれども、せっかくなんで僕がアンチパイラシースクリーンの動画で採用しなかったあのポケモンのアンチパイラシースクリーンの動画があるんですけれども、それをね皆さんと一緒に見て終わりたいと思います。